好きな食べ物はイチボ、好きなことは友愛、趣味は貝殻集め。今回は月の目計画を引き起こしてしまったくのいちこと野原凛について紹介していこうと思います。ちなみに野原という名字なこと、親が忍者ではなく一般人ということもあり、クレヨンしんちゃんの野原家との関係を疑う声がありますが、一切関係ないようです。作中での凛は13歳にして中忍かつ医療忍術を使える忍びとして活躍しました。同じくらいの年の時に桜はアカデミー卒業、ある程度の医療忍術が使えた雫は28歳と考えるとかなり優秀な忍びだったことがうかがえます。優秀な凛は港藩の一員としてルールよりルールを守る男こと、カカシ、凛大好きマン、オビトと行動を共にしていました。そしてなんやかんやで凛はカカシのことが好きでした。しかしこの頃のカカシはルール絶対守るマンだったため、凛を大切にするような男ではありませんでした。そんなこともあり、カカシは凛のことを好きだったような描写はありません。反対にオビトは凛の写真にキスしようとするくらい凛のことが好きでした。凛はこのオビトの気持ちに気がつくことなく、読者からは思わせぶりと捉えられてもおかしくないような態度でオビトに接します。その結果オビトはますます凛を好きになっていきます。カンナビ教の戦い、時は第三次忍海大戦真っ最中。港藩は後にカンナビ教の戦いと呼ばれる戦いがあったカンナビ教に出向きます。カンナビ教では港は別行動になり、カカシたちはカカシを隊長として行動します。そしていろいろあって凛が岩隠れの忍びにさらわれてしまいました。オビトは凛を助けに、カカシは任務を続行しようとします。その後もなんやかんやあってオビトは岩の下敷きになってしまい、カカシがシャリンガンを受け継ぎます。この時凛は助かるのですが、その後すぐに事件が起こります。凛の最後、カンナビ教の戦いの後、実は生きていたオビトを助けたのが内葉マダラでした。そしてオビトを闇落ちさせるためにマダラはゼツと協力し、霧隠れの忍びに凛をさらわせることに成功します。カカシは凛を一度は助けたものの、凛はすでに3尾の人中力となっていました。霧隠れの忍びは木の葉の里で3尾を暴走させようと企んでいました。それに気がついた凛は、愛するカカシが霧隠れの追手に放った千鳥に自ら飛び込み犠牲になりました。オビトは大好きだった凛の死と、これを引き起こした忍びの世界に絶望し闇落ちします。以上が作中の凛の活躍です。凛がもし死ななかったらこれを考えざるを得ません。もし凛が死ななければオビトは闇落ちせず里に帰ってきたでしょう。そうすればキュービが復活せず港が死ぬこともありませんでした。港が死ななければナルトも幸せだっただろうし、聡明な四代目なら三代目と違って内葉一族の運命も変わっていたかもしれません。ナルトの世界の筋書きを一つ変えられるなら、凛の死を変えることで全てがうまくいきそうです。先日動画にした水木と並ぶナルトの世界のキーパーソンですね。以上、さくらを筆頭に物騒な女性が多いナルトの世界で数少ない癒し系キャラクターであり、その温和な性格や美少女っぷりから女神、大聖母、天使などと呼ばれている凛についてでした。